大阪でシンポジウムがありまして、で、ヨロ先生がいたしてですね、まあ、日本の学校教育はいろいろ問題があるのにもかかわらず、それにもかかわらずね、あの、まあ、登壇されていた、ええー、まあ、私はまあ、ともかくとして、山崎まりさんとかですね、斎藤厚生先生、そして、ええー、ヨ先生、まあ、アーサピナーとは置いといて、<laughs> そういう、まあ、そのいう個性のある人がなんで生まれてくるのかって話をしていたときにですね、まあ、ヨロ先生ご自身もその、まあ、東大の理算から東大医学部に変えて、そこまではまあ、普通の優等生だ。で、それがどうして今の与ロさんみたいになっちゃったのかって話をしてたら、 世論先生がです、ね「でいやそれは僕は真面目だからだよってって」っつ僕は真面目だからずっと世間のやり方に合わせてきたんだよ」でもそれは途中で嫌になっちゃったんで出ちゃったんだっておっしゃるんですよね。 で、あの、バカの壁が売れたのは、その、真面目に世間に合わせている、そういう僕のね、あの、経験が多くの読者の共感を得たからじゃないか、とおっしゃって、なるほど、と思ったんですね。あの、つまり、まあ、ヨ先生は本当に特別な方で、いろいろ、えー、鋭いことを深いことを考えられる方なんですけども、そんな中で、その、バカの壁が書いているのは、実は多くの日本人にとっての共通の経験であると。で、ヨ先生ご自身も途中まで、そういう共通の経験を持たれていたというね、そこに実はバカの壁の、 えー、まあ、ベロングセラーになっている秘密があると、ご自身は分析されていて、これは本当に面白いなと思いました。まあ、ヨロ先生ね、今、ヨロチャンネルがとても人気で、よいしょ。 お互いに生きてますなぁ。<laughs> そういうね。あの、オープニング動画面白いですけども。あの、まあ、あヨロ先生のご自身のその認識っていうのは僕はね、あの、深く響いたですね。あの、ヨロ先生以前にですね、いや、もう行くんね。僕は、日本の政権は僕にとっては生きにくかったから、どうして生きにくいんだろうってことを一生懸命考えてるうちに、それを書いたら別荘世代になったんだよ。ともおっしゃってましたが。まあ、ああの、 ヨロ先生がう描き出すというかですね、浮き彫りにする日本の社会のやり方っていうのは、我々にいろんな自己反省をもたらすものではないかなと思っています。にゃまあそんな中、昨日のシンポジウムだから当然ですね、ヨロ先生がカトリックでね、最後の審判って言うけども、その最後の審判っていう時に、神の前に立ってね、審判される自分はどの時点での審判、人間なのか、自分なのかって思ったら、それを考えたら嫌になっちゃったんだよっておっしゃったんですね。 よろ先生は栄光学園っていう中高がカトリックの学校だったわけででよろ先生おっしゃったら僕,誰か僕が認知症になって世の中のこといろいろ忘れちゃったりしたらそれで死んだとするとその最後の神の前に立って最後の心配を受けるのはその認知症になっていろんなことを忘れちゃった時の自分なのかってど,どの時点での自分なのかって。 そういうことを養老先生がシンポジウムの時おっしゃっててで、僕はあのそのそれを聞きながらね、能、ま、楽、あ、でですね、能楽が描くのはその人の人生で一番輝いていた、美しい時期のことを描くというの、そういうことを、ねあのえーまあ、思い出したんですけど、でまあ、いずれにせよ、突然そういう <laughs> 異次元のことをおっしゃるのも養老先生で、でもその異次元のことをおっしゃる養老先生が、えー誰も、誰にとっての、多くの人にとっての,の共通経験である世間。 日本の世間との、えー、関係。そして、ヨロ先生ご自身も途中まではその日本の世間の中で合わせた真面目な、えー、生き方をしてた方だったって、そこにですね、ベストセラー、ロングセラーとなっているバカの壁の秘密があるという自己分析を昨日ヨロ先生がお便りでされていたということをお伝えしました。よいしょと、お互い生きてますな <laughs> 以上ですね